見れば見るほどです。僕の恋人と東京へ。さあ、また再び流れてまいりました。この曲が流れる頻度は日本で一番この番組は多いんではないですか、はい、これまたなんで、はいはい、この曲守谷宏さんが歌います。僕はないちっち、はいね、どうして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 ということですよね、はい、はい、僕はないちっちだってやる。本当必ずセットやね、そのものはね、はい、残念やったもんね。本当ですよね、ということでガルビッシュのことでございます。お便りもいろいろいただいております。ドテラ流しさんからもいただいております。勝秀幸さんからもいただいておりますが、マウンドの技巧師さんから、おっぱい枕さん、ぶどう屋のピンリンさんからも、栗とリスナー集会さんからもいただいておりまして、三河みどりさんからもいただいております。そしてこちらの方、田中信さんですが、マーレンジャーズのダルビッシュ、あと一人というね、日本人初の完全試合達成を逃した、あと一人でしたので、スタンドのファンは総立ちで応援しておりました。でも一球の悔いに、ついて、あそこまで投げたら十分じゃないですかと、ダルビッシュは試合を答えておりました。はい。ハッチの数の子さん、ねえ、これ、完全試合をね、逃しましたですね。うん、あと一人だったんだけどね。はい。子猫のなっちゃんからもいただいておりますが、ああ、ダルビッシュというのはすごいもんですね。うん、達成まであと二人、あと一人となった時、マウンドで笑みを浮かべておりました、うん。周りやスタンドが緊張感に包まれていく中、ダルビッシュだけがいつもと変わらないように見えました。試合後の会見でも達成してもチームにとっての3勝5勝になるわけではないので、何とも思ってないと、強がってる部分も多少あるかもしれないけれども、私たちが完全試合すごいぞと、身構えて思う、この特別感は、ダルビッシュにはないのかもしれんなと思いました。ダルビッシュにとっては一つ一つ三振を取る、完投する、この、ほんの一歩先に完全試合があるだけと、うん、そんな感じ、またできるんじゃないと言っているようにも見えて、本当にさらっと達成できるような気がいたします。見ていて心地よい緊張感で楽しかったですよ、ということでありました、ね、目指すものではなくて、うん、結果として振り返ってみるとそうなってたなぐらいの、うん、そういうものだってことかしら。ねえ、はい、すごいですね。そういうことですね。まあそういうことでありまして、うん、この志布山志布子さんも、あ、曲が変わりました。この曲なんですか。これはね、うん、あの友和さんからいただいておりますけれども、はい、あと一つ、あ、あの、はい、これあと一人やったいうところでこういう曲が流れるという友和さんのリクエスト、うん、劇団ひとりエッチさんからもいただいております。志布山志布子さんからも、3日付けの自身のツイッターで、あそこまで行ったらアウトを取りたかった、自分は他の完全試合を達成した投手に比べてもう一歩足りないということで、でもいい思い出になったと、本当に悔しいと、まあ、こういうことを言っております。やっぱちょっと悔しかったのかな、はい、うん、そうでしょうね。あと一つ、ね、ね、あと一つということはあれですね。何ですか。あのいろんなアナウンサーもいますけども、うん、いまいちやなあいうような時とよく似てませんか。何がですか。何のことですか。わかりませんけども、はい、何やらそんなようなことで、はい、はいはい、あの、もう続けてください。続けていいんですか。はいはい、はい、港のチェイさんからも、27人目の、左打者ゴンザレスの鋭い打球はダルビッシュの股の間を通ってセンターに抜けてしまいました、うん、ED さん、あと一人をトンネルで逃がすなんて全くダルビッシュらしいですね。股間が甘いのよね、ということでありました、はい、そこは別に関係ないですでもあのピンピンダラリンさんですが、聞けば的にはですね、球を球で受け止めてほしかったですね、という。どういう意味ですか。ね、痛い、バーン、一時の恥のれんに腕試しさんから、坪井さんなら第三の足のりおくんが止めてアウトになるんですね、まあ、ここに持ってきたかったわけですね僕としてはものすごい無理やりに持ってきましたね。はい、そうなんです。僕なんかもうゴーンとゴロが来たらしゃがむだけでいいんですよ。
もうあの通り抜けられませんもん、元の間バーンとボールは。そうバッとスッとしゃがんだ時バーン、ましてや今度バットで打ち返すくらいバーン、おっ何やピッチャーがバッターかいうことです。でしょ、わけがわからん話です。はいね、ガッツ一モスさんからも、ああダルビッシュあと一人でパーフェクト、記録まであと一人打たれたダルビッシュの気持ちは、下校の途中でお腹が痛くなって我慢して我慢して、なんとか帰宅してトイレのノブを掴んだところで漏らしてしまった、そんな感じでしょうか。例え話がさっきの私の話やら、はい、あんまり他で例えられない例え話ですけどね。慶派の物資陰慶さんも、完全試合という大記録は書くも難しいかということでしょう。日本人メジャーリーガーとしてのパイオニアである野茂は2度のノーヒットノーランを達成しながら、完全試合は縁がありませんでした。西武の西口は9イニングをパーフェクトに抑えながら、味方の援護がなかったことで延長で打たれて敗戦投手になったことが知られております。西口は他に2度9回2アウトノーヒットから被安打を浴びてノーヒッターになりそびれております。記憶に新しいところでは、去年一つの四球に泣いた杉内や森野のエラー一つだけの山本昌、まあ、こういうことでいろいろあるねということからするとね、はい、坪子さん本当にね、最後のバッターね、空気を読めと思わず突っ込んでしまいました。まあそういうわけにもいかないもんね。このことに関してはね、うん、面白いお便りを送っていただいた方がいらっしゃいます。野球は裏筋のないドラマだ、筋書きのないドラマ裏筋じゃないわ、なんやろね、はい、あのね、ところで今回と同じように、うん、昭和27年別所、武彦投手の完全試合、別所さんや例の、はい、ね、別所投手の完全試合を27人目で阻止した松竹ロビンスの、神崎康隆という選手がいたんですが、はい、この別所さんもこの一つで泣いてしまったの。この神崎、神崎がバーンとヒット打った、止めたんだ、はい、完全試合を。でこの神崎という、松竹ロビンズの神崎という人は、はい、生涯で試合にね、うん、あんまり出なかった人です、うん、でこの時でもこのシーズンでも27試合ぐらい出たぐらいで、はい、あのあんまり出なかった。他が移籍されたんですが、はい、一軍としてはあまり活躍できなかった、そういう人なの、はい、はい、生涯でたった一本だけ打ったヒットが別所さんの完全試合を覆してしまった人です。これはまたちょっと運命的ですね、はい、しかもボテボテの内野安打はい、はい、こういう人もいますから、あのロビンソンに空気読めと言うんであれば、いやいやいや、まず神崎さんに言うべきやと。だって、まあ、空気読む何もやっぱ選手同士それぞれ全力投球で、投球ってここで言っていいのか分からんけど、はい、はい、この神崎さん調べてみましたらね、広島の出身でね、うん、で栄新高校の出身でありまして、ここはあの B&B の島田洋八さんの出たところでもある。あ、そうなんですか、はい、でどの記録見てもあんまり打ってへん人やなという、うん、どこにもこのたった一本の安打が神崎、はい、こういう別所さんの記録を潰してしまったと。そうか、それであんまり活躍せんかったということですね。じゃあ今度打ったマーウィン・ゴンザレス氏はどうしてやろうと。今回のダルビッシュの完全には止めた選手、はいはい、調べてみましたですけども、はい、まあどうでしょう、私たちの感覚からすると要求もらってるやんいうことですが、うん、メジャーリーガーでもらってるこの人は5000万円ぐらいの人です。あ、メジャーリーガーの中では、うん、まあ、そんなにはもらってない。もらってないと言ってもいいかもわからないですね、うんうん。ベネズエラの出身でありましてですね、大体この2割から2割5分前後の、まあ、打者であるということであります、はい。だけれども、だからさっきの話ですよ、神崎さんにしても、そういうことでね、うん、はい、相性みたいなのがある。誰も打てなかった。もっとすっごいバッターいっぱいあったけど、誰も打てなかったけど、はい、なんか、ボテボテボテ、と打って、はい、1本しか打たなかった人が打ってしまうというところに勝負の難しさ、はい、面白さ、厳しさというもの、皮肉さというものも含めて、うん、ああ何が起こるわからんもんやなと、はい、だからみんなゴンザレス一がこれからどんな風になっているか心配ですってなんかそんなことまで言ってますけど大丈夫、はい、いつでも一生懸命やるんです、やるということでありましたけどね、はい、という山田区木材用意所さんも、あ、ちょっと待って、打ったゴンザレスというバッターは守備の人らしく打つのはタフだったがやられたくなかったと、
しかもこれが今季初安打。やっぱりそうか、やっぱりそう。やっぱりそういうことがあるんです。たまたま打ったら、ダルビッシュの記録、スコーンってやってしまう。でもほら、ダルビッシュも緊張、そう、なんだかんだ言いつつも緊張もするでしょうし、これでもってって思うのは何かしらあるでしょうから、そこの緊張をね、あったんじゃないかな。はい、まあ、こういうような話まで広がるという野球はやっぱりドラマだなと思います。